から北に行くと見える城行ったことある？ああ、100年前にホランドと言われるハイラル城。いや、行ったよ。ボッコボコにされたよ。あそこ昔の武器とか結構お宝が手に入るからたまにそれを頂戴しに行ってたのよ。すごいね。中でもこの絵シリーズって呼ばれるすんごい武器があるらしくて、武器コレクターの間では有名でね。私も一度見てみたいんだけどさ、最近妙な霧が出てきてから魔物も機械も化け物も活発になって、もう忍び込むのは危険すぎるわ。なってんじゃん。お、ハイラル城に眠る武器。これは最後らへんに行くか。まあどうせハイラル城行くしな。こんにちは、バスです。今回もね、ゼルダ実況。うわー、ゼルダ実況。なんかコウモリ死んだ。なんか地面埋まってるし、なんか挙動がおかしいぞ、あのコウモリ。いや、今回はもう企画未満の企画。もうゼルダ様の記憶追体験しちゃおうぜ大作戦だよ。ズン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 。よし、じゃあ記憶追体験しちゃいますか。本当は火山も行きたかったんだけど、やっぱりね、写し絵がどうしても数多すぎてね。早めにちょこちょこやんないと写し絵大作戦回になっちゃうからさ、後に。今回はもう力の泉でも何でもないからね。散歩かな。これからゴロンシティに向かいます。あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。ダルケルって誰だ。何度か動かせたとは言ってもまだまだ未知の部分が残されています。それでもあれは人の手で作られたもの、人工のものならきっと理解できますし、使いようもわかります。まだ反抗期来てるかな。だから私は必ずあれを薬剤ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。頑張ってくださいね。あなたはその背中の剣を使いこなせていますか。いや、抜けないんだけど。その剣に宿るという内なる声、それが聞こえているのですか。聞こえるどころか抜けてないんですけどね。例えば剣も抜くとか前話したな。抜きに行くか。コロッコロ変わるけどね。でも手っ取り早いからな、抜くのは。じゃあ行きましょう、抜きにな。おひさー、相変わらずこの森は重いな。データ的に。よし、今体力減ってっけど抜け。すいませんね。お、なんだなんだ、おじけづいたか。いや違うよ、体力少ないんだよ。回復し忘れてんだって。うぜー、何がおじけづいたかだよ。違いますから。よし、今ハートいくつだ。4511ぐらいか。これ足りなかったらちょっとね、世間は許してくれやせんよ、まったく。あ、でもなんか抜けそうじゃね。おうおうおお、来た来た。そこまでじゃ。あれ。え、足りないの。命落とすとかだったぞ。あれ、なんかこれ前聞いたけど、次は途中で止めぬぞ。あれ、でも助けてくれるんだ、優しいね。なるほど、まだ足りないのか。11 12 12 13ぐらい、それとも14。当てしねえな。そうだそうだ、写真撮っといたんだった。どうぞ、これです。だいぶ写り悪いよ。わわわわわ、これが幻のルミ。ザラにいるけどね。ピーカンが思ってた以上にぴっかり光ってたね。エサ様ありがとう。これで思い、もう思い残すことはないよ。死ぬのかお前。素敵なもの見せてくれたユサ様にピーカンから素敵なものあげるね。いらん。普通にいらない。え、いろんな時にルピーが必要だよね。せちがらいからね。ルミに矢を当てるといいよ。それ知ってるよ。それ知ってます。今の見れたピーカン幸せ。よかったね。
いや、まあまあしょぼいっすね。ミニチャレンジなんてこんなもんなのかな。寝ましょう。なんか果ての村でなんか家が買えるって聞いてちょっと遊びに来たんだけど、どこだろう。ここじゃないの。あんた違う。うん、何してんの。ここを壊している。え、あ、ここ買います、ここ買います。知らん、社長に聞け。社長どれだよ。あんたいかにもなんか大工の棟梁感ちゃおう。これは棟梁ではないな。私に何かよ。え、あなた女装の服提案してくれた人と一緒。何してんですか。見ての通り使われてない家を壊しているところよ。このご時世なかなか買い手がつかなくてね。俺買うよ、ここ買います。俺買う。なんなのこの子。いきなり買うって。めっちゃドン引きされてんだけど。まあいいよ、説明してあげる。この家長年使われてないから村の会議で取り壊すことになったのよ。それ急に買うって言われてもね。え、5万ルピー。村から5万ルピーで請け負ってんだけど、あなたが買うってんなら、うん、あなたが5万ルピー出せる。まあ貯めれば、まあ貯めればいけなくもないけど、まあ無理しちゃっていいわ。その前の未来の姿勢、まるで私の私を見てるみたい。お前何があったんだよそれ。まずいいわ、いいわよあなた。よし、じゃあここ特別に3000ルピー。全然額違うじゃん。めっちゃ値引きすんじゃん。その代わり薪の束30個持ってきてちょうだい。こちらもいろいろ物入りでね。まあ家買ってどうすんだよって話だけど。おっと、そうだ、えのきだ、かつらだ、手を止めて。そうだ、今ぶっ壊し中だからね。ガッテン、今あったかな薪。あったような気もするし、なかった気もする。あ、足りないっすね。伐採します。伐採活動再開です。いや、切ってきたぜ木を。めっちゃ休んでる。チャオ、薪の束30個洗っていただけるかしら。あなた誰だっけ。私は関作田公務店。改めて名乗ってくれる。新築建築解体外交、家のことなら何でもございなんですかそれ。その名も桜田、ダダダ桜田工務店。ダダダダダダ、うわ。ちょこちょこ帽子ついてんのいいね。ボタン知らない。知らないね、全然。子供たち会いたい、流行ってるはずなんだけど全く知らない。邪魔しないでくれるかしら。いや、負ける玉30個だよ。わざわざ立ってくれんなんて。どうぞ、いただいちゃう。巻き方は30個もどうやってしまってたんだって感じだけど、古民家30ルピー、3000ルピーで売ってあげる。やったー、お金増えてきたら。持ってんだって、7200ルピーあんだよ。マジ。じゃあ本当に3000ルピーもらうよ。男に似顔はないわよね。出します。いや、男気感じる。よかったね。でも赤字ではないのか。あんな大金この若さで出しちゃうなんて、ほんと男臭いわ。この人は赤字なんじゃないの。5万ルピーから3000ルピーだからさ。え、おまけで売れ残りの武器スタンド置いといたから使うといいわ。何に使うのそれ。えのき田に赤い地方を開拓してもらうあれがあったか。なんだそれ、赤い地方を開拓。えのき田さん、どういうことですか。うん、いや、何してんのとか、そういうのではなく。え、これまだ続きあんの。あ、桜田に言えば何かしてくれるし。何、えのき田に開拓ってなんすか。事業拡大。事業拡大、そろそろ出発してもらおうと思ってるから。あんたかえのき田に。えのき田さん、あ、そう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 、あの家お前が買ったのか。そうですよ、若いのにやるじゃないか。今はね、借りた方がいいって聞くけどね。さて、はい、俺はそうそう、ここを立とうと思う。なんで。めっちゃ質問する。転勤だ、転勤。聞いてるかもしれないが、この度桜田工務店が事業拡大するんだよな。すごいですね。東方でもどこに行くの。こっから北のゾーラの里のさらに北、アッカレ地方だ。知ってますね。すごいですね。まあな、頑張ってね。おう。もうね、キャッチボールだね。さて、投げろしゅうが、そうそう、行くとするか、行くのか。お前もよかったら、赤い地方まで遊びに来てくれ。マジっすか。じゃあ、達者やな。悲しい。
うおー、俺の体をすり抜けていった。なんだこの感動 BGM は。え、えのきだ旅立ち BGM。 おお、羽ばたけ、羽ばたいたの。倉田工務店まだあるけどね。近くに撮った時にでもまあやることなくはないけど、まあ、暇だし行くか。待って、えのき田になんかな、桜田になんかしてくれればなんか家の中多くできるらしいね。はーい、しだらくしたね。ところであなたまだまだいけるって顔してるわね。何が、ふう、言わなくてもわかるわ。家買っただけで中身空っぽだもんね。まあ家具ないからな。そのがっついた目、ほんと私の若い頃そっくり。嫌すぎるだろ。何でも5000ルピーでと言いたいとこだけ、あんたなら100ルピーで作ってあげるわ。安くね、5000から100って下がりすぎでしょ、どう考えても。どんぐらいあるんだろう。作ってほしい。何が欲しいの。え、まあぶっちゃけいらないっちゃいらないんだけど、家具をどれが欲しい。え、これ、え、これ全部一気に、一気にじゃダメ。100ルピーを出せる、いや出せるけどさ、え、これ一個一個やんの。あ、なんか後ろに人だった。ちょっと待ってね、準備するから。え、カツラだ、行くわよ。了解っす。なんだ。なんだ。え、これまさか家具作り、いい仕事できたわ。見てらっしゃいな。これ一個一個やんのか、大変だな結構。家具どれ？あ、これベッド？ベッドとなんかよくわかんないこれ。なんか天井裏のやつ。あ、これはまあまあ。よし。いや、いい家になったんじゃない？ピンクのお家って書いてあるけど。うん。まあ割といい家になったんじゃないですかね。多分これ、もっと武器のスタンドとか増やせると思うんだけど、まあ今そんな増やさなくてもいいかって感じで、まあ、ベッドが1個あるだけのとても簡素な家なんですけど、まあまあこれでいいでしょう。どうせあんまりここに来ることもないだろうしな。じゃあちょっと行ってみるか、あの出張えのき田さんのところ。出張えのき田さんはあ、これでいいのか。出張えのき田さんどこだ。あ、家ある、家ある。俺がなんかちょっと前ぐらいになんか女神像しかねえじゃねえかって言ったところに家があるぞ。仕事早くない。あんま日付経ってないのにさ、もう家建ってんだけど。やばいな、えのき田さん。あ、やってるやってる。すげえ、これ一人でやったんだ。化け物、一から村？村なの？おっす、やあ。またあったな。誰だっけ。な、誰だっけがデフォであんだけど。誰だっけ。桜川工務店の大工、えのき田だ。思い出しましたよ。記憶喪失でしょ、この短期間で忘れんのは。何してんの。事例によりここで一から村を作ることにした。まあ一から村だしな。村の名前は一から村だ。あまりにもセンスがない。しかし、どうした。会社の在庫で家一軒建てられたものの、村を作るには何もかも足りない。まあそりゃそうだよね。もう何にも土地もないもん。人、物、金。伝えましょう。やめておけ、得することは何もない。いやもうおせっかい焼きのスピードワゴンだからね。いいよ、助かる。じゃあ早速だが、人を呼ぶにも住む家が必要だ。まあ、家一軒しかないからね。もう集団住宅になっちゃう。牧野、たぶん10本またかよ。まあでも10本ならまあいいか。ここ木少な。ここで切るわけにはいかないか。残念ですね。てかこのオレンジ色のやつ、まさかあれだよね。サボテンだ。出たー、最後の一人だ。なんかちょこちょこなんかオレンジ色のやつ見えてて、まあ後で来るかみたいなことをずっと思ってたんだけど、やっぱお前だったか。このよ、若者よ。私の話を聞いてくれ。いいよ。私は大妖精ミジャー。かつてここは美しい泉だった。で、年々捧げるルピーが少なくなってのだが、お願いだよ、少しばかりのルピー。
1万あれ少し、えさあルピーを持ってるな、さっさと私に私をどうぞ。ルピーが足りないようだよ。残念だ。あー残念だ。1万はボリすぎだろ。急にグンって上がるじゃん。10倍だからね。あの1個前1000だったのにさ、最後1万って上げすぎでしょそれ。俺しかも防具強化もうほぼ意味をなしてないからさ、ただ1万ルピーを捧げるだけなんですよこの人に。まあ渡しますけどね。頑張って稼いできましたよ1万ルピー。そんなくすねられる額じゃありませんよこれ。みなぎってくる。代わりに2万ぐらいくれないと割に合わないっすね。おうおう、まあ長女感あるんじゃないですかね。うん、カーズメイクきついけどね。そうだからわらわを解き放ったのか。ちょっとゲルドのところと同じ口調なんやめてくれます。筋骨隆々のたくましいものかと思うたが、ほほ、わらわキャシャンダ男子も守備範囲じゃん。なんか前回の女神はそう言ってなかったっけ。さてそなたのおかげで力を取り戻せよ。じゃ引き換えにそなたの服を強くしてた。もうただそれなりの、まあ、材料はもうどうでもいいわ。最大まで強くできるんだね。まあいつものハイリア、あれハイリアの頭は、ハイリアの頭ないな。あ、琥珀必要な15個大変だな素材。そうなんだ、結構大変なんだね。えってことは最終強化のやつ見れないじゃん。え、最終強化見れないんだけど、それ最悪じゃね。忍びスーツならワンチャンいけんじゃないか。ちょっと頑張るか。申し訳ございません。あの琥珀どころかもう別の装備も最終強化までいけませんでした。すいません。琥珀を集めます。退室。許せませんねこの自称女神様は。いやマジかよ、せっかく1万ルピー払ったのに最終強化見れないなんて。そんなことあります？いやとんでもないわこれで。こっちのえのきださんにもお金必要って言われたらもうどうしたらいいかわからないよ。泡吹いて倒れちゃうよ。はい、えのきだの兄貴、薪の玉持ってきましたよ。どうぞ。助かる。これでお金必要とかちょっとやめてよ。ここいらの岩をどかして土地を作りたい。なのでここの岩を壊せるような腕っぷしの強いやつ。なんだそれ、腕っぷしの強いやつ。腕っぷしが強いといえばゴロン族。わあ、火山のところかな多分。そんなに強くいるものだろうか。ゾーラの里にもいたけどね。おっと、それから高田工務店の社前乗っ取り、名前と最後がだで終わらないとダメだ。えのきだ桜だってこと。どっかにそんなやつがいたらこの一から村に来るよう言ってくれ。あ、それは結構条件厳しいぞ。うわマジかよ。よし、じゃあ今回はね写し絵でも見て終わりたいと思いますわ。いやここの写し絵もね探すのめちゃめんどくさかったよ。基本的に写し絵探すのめちゃめんどくさいんだよな。何にもない森の中で何かあるんだろうかね。ぐるぐるとカーン。だいぶ雨だね。ああ大丈夫か。どうして。え。どうしてこんなことに。いや、
わからん。私にもわからない。神獣がガーディアンが私たちを襲うなんて。僕結構後の方の話だな。厄災にカノンに奪われるなんて。らしいですね。タルケルもリーバルもミファもウルボ様、きっともう神獣の中に。ダルケルってあれ？なんか私のせいです。4人目のあれですかね。力に目覚められず、カノンに立ち向かうはずの異物たちまで奪われ、私が今までしてきたことは何の役にも立たなかった。これちょっとどう、だから大切な人たちをどうやって励ましたらいいんでしょうか。仲間を、お父様を、お父様。死んだらしいからね、あのお父様、スパルタお父様ね。一曲こっからガノン封印まで どうしたんだよって感じだけどね。だいぶ話飛んだけどね。話ぶっ飛んだよ。急に急に乗っ取られたもん。まあいいか。じゃあ次回はね、さすがに火山に行こうかな。ちょっと神獣しかり、あの最後にダがついてるゴロン族を見つけなきゃいけないし、あと写し絵は6枚ぐらいか。6枚だね。ハイラル城の前がね1個2個、まあ2個ぐらいか。多分写し絵2個やって真珠やる感じになるかな、多分ね。違うかもしれん。じゃあまた次回も見てください。バイバーイ。